我々は生態制御という、松田道行研究室です。実際にはスタッフが4名で、学生が8名、ポスドクが3名ぐらいの規模で、実験を行っています。ではじゃあ我々が何をしているかということで、キーワードをここに挙げてみました。マウスイメージングフレット光遺伝学細胞間情報伝達で、ここに3つ書いたのはですね、基本的に我々が、松田研究室がオリジナルで持っているツールたちです。でまず分子活性を光に変えて、それを抽出できるようなマウスがいる。でそれを実際に生きたマウスの中で観察できる系を我々は持っていて、最近ようやくその分子活性を、先ほど話された人もいましたけど、オプトジェネティクス等々の光遺伝学で制御するような、マウスが出来上がりつつあります。例えば左側はですね、これは2015年ですね、皮膚基底層におけるアークという分子の活性を示しています。で右側がその分子活性を、真ん中ですね、真ん中が分子活性を示している、動画なんですけど、見方は黒い色があんまり活性化してないで、金色が明るいところが活性化してる。でそうして、よく観察してますと、こうなんか分子の活性が外側にポワッポワッポワッって花火のように広がるような、現象を見つけました。で実際この現象は見つけられたんですけど、これがじゃあ何をしているかっていうことがまだ全然詰められてないし、どういう条件で起こるかっていうことがわからない。でではどうすればいいかというと、例えばこの一番最初の起点となっているポワっていうのを、光遺伝学を使って真似ができないかと考えまして、そのようなマウスを作ってチャレンジしてみると、今ここでピカッと光ってますけど、実際には1個や2個ぐらいの細胞は、活性を誘導できる。ただしそれは、左側に出しているようなものには程遠いで、今これを詰める作業をしています。で、こういう感じで、他にもいろんな分子のモニターと、あとはいろんな分子をコントロールする光遺伝学ツールを発現するマウス等々を作っておりまして、でそれらを使って病気を、例えば病気なり生理学なり発生学なりを見て、どの分子が活性化しているかっていうのを調べて、ではじゃあそれをコントロールしたら実際どうなるんだろう、例えば手が5本なのか手が6本になるとか、そういうようなことが起こるんじゃないかっていうようなことでやってたりします。で、松田研でこそ得られるものっていうことをここで列挙していました。今日いろいろな先生が蛍光顕微鏡の話をされたと思うんですけど、実際多分松田研出身ですっていう方がはるかにインパクトが高いと私自身は思ってます。でおそらく京大1いろんな種類の顕微鏡があって、で、GFP を用いたフレットプローブの使い方、作り方でインビボの観察の指揮等々をうちのラボに来ていただければ収めることができると思っています。であとは、実際にさっき出した画像の他に1000枚とか2000枚とかの画像があるので、それらを処理する能力っていうのが、学生個人に求められるゆえに、こういうプログラムが書けるようになってもらいます。でもう一つ特徴的なのは、我々は細胞間情報伝達、つまり細胞内ではなくて細胞の間に着目しているので、比較的全身的な概念を学ぶことができると考えております。例えば右側に出したのは、最近流行りの腫瘍免疫学なんですけど、この白い細胞ががん細胞を表して、そのがん細胞の周りには実は血管内皮とか、CTL、ナチュラルキラー細胞やマクロファージなど、ものすごいたくさんの種類の細胞があって、実際がん細胞の塊を取ってくると、そのうちのがん細胞と定義できる細胞っていうのは実際2割とかその辺で、他の8割はいろんな細胞というふうに言われています。でもう一つの特徴は、これは松田研のポリシーなんですけど、必ず、5年内で、PhD を取らすっていうのが今現在の我々のポリシーです。であとは松田研が期待する学生って、これはどこ のラブもそうでしょうだけど、そうでしょうです、そうでしょうが、打てば響くっていうのと、あとは運が強いと自負する、これ詳しい話は調べれば簡単に出てくると思うんですけど、であとは、自分の才能を試してみたいっていう人が、僕らは、一緒に仕事をしたいです。実際に才能があるかどうかなんては誰も分かんないんですけど、それを試してみたいっていう意思がある人間にぜひ来ていただきたいっていうふうに考えております。でまとめですけど、松田道行で Google で検索すれば、このトップのページが出てきます。で実際に今日話した内容っていうのはディテールが全てここに含まれてます。で研究内容や、松田研の学生から話を聞きたいっていう方は、今日の2時か4時に、ここの施錠を外しておきますので、今この建物です。でそこから南に下って2つ目の建物で、我々が、私がお相手しますので、興味がある方はぜひいらしてください。すいません、時間超過しました。ありがとうございました。